何？修行が完了した？ついに修行が完了したのか。次こそ第八を潰すのね。縁談が立つ。いや、参るのね。ネザーでの第八との激突、殲滅特化兵として奴らを殲滅するはずだった。しかしそこには思わぬ死角が。玉木こたつ、無垢な見た目とは裏腹にハレンチ極まりないあの存在。虫歯が走る。第八を潰すにはまずあの女を仕留めなくてはダメだ。だから俺は修行した。来る日も来る日も修行に明け暮れた。あのけしからんハレンチ女に対抗するためにエロ本読んだ。アフン、オフン。戦場的な本も、みだらなビデオまで見た。見まくってやった。俺は女体を克服した。待っていろ、玉木こたつ。いざ。お？何これ、二丁目の絵に描いたような空き地で待つ。あら、手のラブレターか！お前は血の縁談アサルト！一人で来るとはいい度胸だ、玉木こたつ。なんでお前が。これから死にゆく者に説明する必要はない。死ね！下着のシワ、肉感。くそ、まさかここまでとは。まあ、生は違う。何？アサルトが失敗した。今回のターゲットはかなりの強敵のようだ。そのアサルトは今どこに？新たな修行に出たようだ。紙や映像で分かった気になっていたのがバカだった。生はやはり違ったのだ。ならば、いざ参る。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご指名はございますか？当たり入ります。また胸大きくなったんじゃない？やだ、サイズさんからまた泣いてどうしたの？娘が全然話をしてくれないんだ。なんだここは。全身がゾワゾワする。パパはマカミのことを本当に愛してるんだ。いいパパだろう。はじめまして、サキです。よろしくお願いします。これはダイナマイ。タキシードなんて着てどうしたの？結婚式抜けてきたの？お兄さん、ただものじゃない感じあるよね。そうか。なんか普通の男とは違うよ、わかるもん。やはり俺はただものではない。玉木こたつに負けるわけないのだ。意外にも女相手に会話が弾んだな。実は女の扱いの天才なのかもしれない。これならば玉木こたつ、いざ。いやー、なんで。見るな。これはこの初々しい恥じらい。素人たちが。